こんにちは、ST ワールドフランスの石橋です。今日は現在一時休業中のパリオフィスに来ております。フランスは3月の17日に外出制限に入り、5月の中旬から徐々に緩和され始めております。そして本日2020年6月2日から待ちに待ったレストランやカフェが一部再開されます。徐々に日常の生活を取り戻しつつあるパリの街の様子を皆さんにお伝えしていきたいと思います。こちらはオフィス最寄りの地下鉄入り口です。3月のロックダウン中は木に葉っぱもほとんどなく寒々しい景色でしたが、今は緑が多く茂っています。また車もこのように多く走っています。こちらはシャルル・ド・ゴール・エトワールメトロ構内です。今は6月2日午前11時ぐらいです。やはりまだこの時間は人が少ないですね。3月のロックダウン中はこの同じ場所でも人が全くいないような光景が広がっていました。こちらは地下鉄ホームです。地下鉄は現在朝夕の通勤時間帯以外は自由に乗ることができます。またホームにはソーシャルディスタンスを測る目印のシールがあります。地下鉄車内の様子です。座席や床にはソーシャルディスタンスを保つための目印のシールが貼ってあります。また乗車時はマスク着用が義務付けられています。バスは現在運転席側からではなく、後ろの降車口から乗車するような仕組みになっております。こちらはバスの車内です。シートには隣同士座れないように使用禁止のシールが貼られております。また運転席にも近寄れないように赤と白のロープが貼られています。乗車時はマスク着用、そしてソーシャルディスタンスを保つための目印が床にも貼られています。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はロックダウン中とその後解除された後の公共交通機関との比較、また街の主要な観光地の様子、思ったよりも人が少ないかなという印象でした。やはりですね、街の中心地は日頃いっぱい人がいるんですけれども、そちらは観光客の方が非常に多いんだなと改めて痛感いたしました。またパリの街の様子をこれからも定期的にお届けしていきたいと思います。それではまた。バイバーイ。